じって一緒に流体体操をしたいんですけど、皆さんよろしいでしょうか。はい、兄弟との自衛隊体操毎朝やってきましたから、昨日も深夜3時までずっとやってて体バッキバキです。よー、私が元陸上自衛隊のちいちゃん、そして頭の上にいるのが心の支えである相方ピーちゃん、二人もしてチッピーチャンズです。はい、本日は見てください、後方より観閲部隊が今前進しているところなんですけれども、現在地大津駐屯地というわけでですね、私は新隊員の頃の記憶を今辿っています。っていうか私新隊員になってます。はい、実は私こちらの大津駐屯地の314共通教育中隊の出身でありまして、新隊員教育はこちらで受けさせていただきました。そして今回約18年ぶりに帰ってきましてですね、この式典で行われる新隊員の皆さんと一緒に大津駐屯地名物自衛隊体操を一緒にやりたいと思います。新隊員になりすまして自衛隊体操を一緒に実施する、これが本日の任務であります。私今気持ちは新隊員なんで絶対バレない自信があります。今から314共通教育中隊の新隊の皆さんに混ざって私は任務達成したいと思います。前進。今新隊員さんがその更新を終えられて入ってきました。女性自衛官も、はい、そして後方には316中隊男性隊員の、わ、もう圧巻ですね、すごい、あ、むちゃくちゃ揃ってます、これすごいですよ、むちゃくちゃ揃ってます、腕も横の列も縦もしっかり揃ってます。あ、担いつつ良好ですね。教育隊を思い出します。ちゃんと自分の中で故障してやってる感じがありますね。やっぱりそれじゃあちょっと今から新隊員さんの方にご挨拶にちょっと いきなり入るとびっくりさせちゃうんで、あの隠密に入るよっていうことを、伝えに行きたいと思います。今日の記念式典全員で成功させたいと思います。じゃあちょっと挨拶行きます。皆さんおはよう、おはようチッピーちゃんズです、よろしくお願いします。本日はちなみに、チッピーちゃんズ、頭に取り乗せてる迷彩服のお姉さんを知ってるよってお客様、自衛隊体操今日やりますよね。実は今日私新隊員になります。はい、意味わからないよね、ごめんね。あのね、私18年前にこの大津駐屯地で同じ314共通教育中隊で、教育を受けました。で、私18年ぶりにこちらの新隊員さんに混じって一緒に自衛隊体操をしたいんですけど、皆さんよろしいでしょうか。はい、あ、懐かしいこの感じ、あの教育隊の頃思い出します。ありがとうございます。皆さんにねバレないように潜伏してやりますんでね、皆さんもね、あの偽装とか今習ってる途中だと思いますけど、これが偽装潜伏だっていうことをね見せつけたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。そしてですね、私の、はい、区隊長ですか、あ、区隊長、みんなの一区隊長、一区隊長ですか。今の区隊長、私の大津駐屯地の314共通教育中隊の助教をしてくれてたんです。班長でした。はい、そうです、そうなんです。今高田純一です。すごい階級上がりました、はい、当時一応頑張りました。当時は2層、高田2層だった時に一緒にあの戦訓場でね、一緒にやりましたよね。俺はやってないけどね。あ、今やってないです。やらせた方はね、はいはい、あの水たまりをあのザブザブ生かされてた方です、はい、あ、もう経験しましたかね、水たまりは。あ、そうだ、あさってから、あさって、
すごいね、あの思い出としましては、あの走り幅跳びっていうのあったんですけど、それむちゃくちゃ飛ぶ班長です。班長でした。はい、なのでちょっとあの時の自衛隊体操、私やったと思うんですけど、覚えてます？覚えてます。覚えてるそうです。なのであの時よりも練度が向上しています。ちょっと見ていただきたいです。じゃあ今日練度判定ということです。そうです。はい、私の練度判定でもありますので、新隊員さんの練度判定でもあり、はい、私の練度判定でもありますので、皆さんしっかり団体の統制の美を意識して一緒にやっていきましょう。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。お疲れ様でした。どうでした？どうでした？初めての更新は。緊張しました。緊張しました。緊張した。練習はどれぐらい積んだんですか？週間ぐらいですね。ここ入隊されて3週間目ぐらいですね。はい。そうなんですね。基本教練をまず最初の方で習ったと思うんですけれども、式典でむちゃくちゃ綺麗に揃ってました。本当ですか？はい、むちゃくちゃフレッシュさもあって良かった。すごい良かった。かっこよかった。外側つらいっていうの分かる？ああ、分かる。左右翼誰？左右翼で歩いてたよって。あ、吉田事故。みんなで歩かないといけないです。だろうな、どんだけ大幅で歩かないかみたいな感じですよね。それに耐えた。ちなみに一番内側歩いてた子誰？どうだったんだ気持ちは？プレッシャーすごかった。プレッシャーすごい。ちょびちょび、このちょびちょびが逆に。なるほどね。中は中なりのしんどさがあったみたいですけど。新隊員の時ずっと思ってたんやけど、前の人が10置くまでなかなか置けないみたいな。そうやろ。ほんで後ろの方ずっと持っとかないかみたいな。それも君は耐えてくれたんやね。後ろの方が早く置けと言われて矛盾を感じるだよね。それにこの後列は耐えたということで、これ後列の隊員さんなんですけど、一番最後尾のね。お疲れ様でした。ありがとうございます。実はチッピーちゃんですね。生体体制新体に投げれてちょっと自信させていただきます。マジか。はい、隠密に行動しますんで、はい、バレないように、はい、これが隠密行動だっていうのを見せつけますんで、今日はよろしくお願いいたします。今日は一緒に頑張りましょう。お願いします。先生に成功させましょう。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。多分そこにはめてくる。毎朝やってきましたから、昨日も深夜3時までずっとやってて、体バッキバキです。なので絶対の自信があります。しっかり統制してやりたいと思います。Thank you.
新隊員でした。新隊員見慣れてたでしょうか。本日皆さんお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あの新隊員のフレッシュさが非常に出てた素晴らしい自衛隊体操でした。あの私も新隊員になれた気がしました。慣れてましたよね。はい、はい、なんか返事大丈夫ですかね。というわけで本日の大津駐屯地での記念式典の自衛隊体操これにて終了。キャプテン登録お願いします。よろしくね。